最近ゲームがつまらない、ハマらない、そんな噂が飛び交ってるけど、それはソフトのせいじゃない、ハードに限界があったからだ。セガメガドライブ 16bit CPU 搭載、限界のバリアをぶち破って見せる、迫る、うなる、ビジュアルショック、スピードショック、サウンドショック、時代が求めた 16bit、 セガメガドライブ。セガ、最近ゲームがつまらない、ハマらない、そんな噂が飛び交ってるけど、それはソフトのせいじゃない、ハードに限界があったからだ。セガメガドライブ 16bit CPU 搭載、限界のバリアをぶち破って見せる、迫る、うなる、ビジュアルショック、スピードショック、サウンドショック、時代が求めた 16bit セガメガドライブ。セガウオン、セガ、セガメガドライブ、ウオン、セガ、セガメガドライブ16ビットソフトシリーズが面白さぶっちぎりでドカンとデビュー、ハマっちゃう。まずは獣王機、グラフィックもキャラクターもグイッとリアルで、こいつはぶっ飛ぶ SFX、 そしてスペースハリアー2、スーパーサンダーブレード、やっぱゲームは16ビットじゃないとつまんない。 You homeboy セガ、セガメガドライブの16ビットソフトシリーズが面白さぶっちぎりでドッカンとデビュー。まずは獣王機、そしてスペースハリアー2、やっぱゲームは16ビット。 You homeboy セガ、セガメガドライブの16ビットソフトシリーズが面白さ絶好調で続々登場。あのおそ松くんがゲームになって街は大騒ぎ、痛快爆笑、おそ松くん。時代の先行くメガドライブセガ。